皆さん、こんにちは。芸能人が必ず出入りするテレビ局ですが、さまざまな出来事を起こして、出禁になっている方たちが実は多いんです。また、テレビ局だけでなく、こんな場所も、というところまで出禁になっていました。今回はそんな出禁になってしまった人、出禁になりかけた人、出禁の噂が立った人など25人を紹介していきます。1人目は、戸田恵梨香さん。女優の戸田恵梨香さんは、 藤木直人さん主演の日テレ系ドラマ「ギャルサー」にレギュラー出演をしていましたそのドラマに出演しているにもかかわらずフジテレビの2時間スペシャルドラマ「奇跡の動物園」「旭山動物園物語」にも出演してしまったのです生放送ではなく収録とはいえ同時間枠に別の曲への出演はテレビ業界ではご法度。と日テレの幹部連中が激怒し日テレ出入り禁止令が出そうになったそうですが 戸田さんサイドが平謝りして解決しかし印象は悪くなってしまったそうです2人目は大竹誠さんお笑いタレントである大竹誠さんはスパモク「今この芸人が面白い爆問パワフルフェイス見逃し現金ネタ30連発」に出演した際山瀬真美さんの上着を剥ぎ取ったり舞台のセットを壊したりと大暴れしたことで約20年もの間 日本テレビの出入りり禁止となりました舞台の近くの観客は恐怖で怯えた目をしていたほど大竹誠さんはキレていたそうです番組の演出だろうという声が上がっていましたがそうではなかったようですね3人目はテリー伊藤さんテレビディレクターテレビプロデューサータレントのテリー伊藤さんは正月番組でサル年万歳 という番組を手掛けていた時に問題を起こしていますその番組の中で生きた猿をもぐらたたきのように叩くという行動をしてそのせいで日本テレビを出入り禁止になりました正月の番組でそんなことをしたら干されるのも当然ですね4人目は和田アキ子さん大御所タレント歌手として有名な和田アキ子さんですが過去に日本テレビ系金曜10時噂のチャンネルに出演していました 視聴率30%以上を記録した人気バラエティ番組だったのですが金曜夜の生放送で激しく声を出すため翌日のライブ営業で声が出なくなり歌唱に支障をきたしてしまったということから番組を自ら降板その結果日本テレビを出入り禁止となり同じ事務所に所属していた歌手の山口百恵さんや森雅子さんらタレント全員が出禁になってしまったそうです5人目はタモリさん お笑いタレントテレビ司会者俳優として活動しているタモリさんですがある人物との確執が原因で1989年以降ほとんど日本テレビの番組には出演していません日本テレビ開局55周年記念番組として放送された「タモリ教授の『ハテナの伝道に久しぶりに出演された時進行役を任されたのが羽鳥アナだったそうですが。 そこで、驚いたのが本番中、ずっと教授役のタモリさんが日本テレビでの仕事が久しぶりになった理由を説明し続けていたそうです。収録番組なので、その部分はほとんど放送でカットされていましたが、まるまるのせいでと個人名を羽鳥さんによると30回以上口にしていたそう。日本テレビ開局55周年記念番組以降も同局の番組に出演していないので、このことがきっかけで出禁になったのかもしれませんね。 6人目は明石家さんまさんお笑いタレントテレビ司会者の明石家さんまさんは NHK を出禁になっています1983年に生放送のクイズ番組であくびをしてしまったことが発端だったのだそうこの放送を見た視聴者から苦情が多数寄せられてしまったのですさらに1985年の連続テレビ小説「身を尽くし」でトラブルを起こし出禁状態になってしまいました しかし28年という長い沈黙を破り NHK 出演を果たしています7人目は小福亭鶴瓶さん落語家タレントの小福亭鶴瓶さんといえば2003年の27時間テレビで生放送中に停水してしまいパンツを下ろしてしまうという伝説の放送事故を起こしていることで有名です幸い富士からは出ンを食らうことはなくその後テレビ業界から干されることもありませんでしたが 過去に同様に下半身の露出が原因でテレビ東京を出禁になっています1970年代に放送されていた独占男の時間に出演した際生放送中に股間を露出してしまったのが原因のようです8人目は松本昭子さんタレントの松本昭子さんも現在はバラエティ界の大御所ですが実はまだ若かったアイドル時代にフジテレビで4文字言葉事件を起こして出禁になっています なんとカメラに向かって女性記4文字を大声で言ってしまったのだとか今だったらなんとかごまかせそうですが若い女性のアイドルが言ってしまったのが問題だったのかもしれません2016年に放送された番組で松本さんは当時のことを振り返り発言した直後スタッフが一斉に顔色を失って警備員数名に抱えられてスタジオからつまみ出されたと話しています9人目は内村晃良さん 冠番組を多数持っているお笑いタレントの内村晃良さんも意外なことにテレビ朝日を出禁になっています当時テレ朝に所属していた徳永由美アナウンサーとの不倫略奪愛が原因なのだそうその後2005年に内村さんと徳永アナは結婚しましたが同時期に2人が共演していた内村プロデュースは終了してしまいます以降内村さんはテレ朝に出演する機会がなくなってしまいました10人目は コラムニストタレント司会者を務めるマツコ・デラックスさんですが2014年に放送された番組で入園にふさわしくない服装をしたという理由でディズニーランドを出禁になってしまったと自身で発言されていますしかし2015年にディズニーランドでの収録があり入園していたので出禁という話は認識の違いだったようです11人目は出川哲郎さん。 数々のバラエティ番組で活躍している出川哲郎さんもディズニーランドを出禁になっているかもしれないそうです。何でもトイレじゃないところでトイレをしてしまったのが原因のよう。しかし、そうしてしまったのには理由があり、収録が押していてトイレに行かせてもらえなかったからなのだそうです。あまり情報がなく、噂程度の話なので出禁が真実かは不明となっています。12人目は石橋貴明さん。 破天荒お笑い芸人のトンネルズ石橋貴明さんはどうせおっさんが入っているんだろうと暴言を吐いたことミッキーの頭を外そうとしたことこれらの行動を起こしたことでミッキーと共演 NG になったようですさらにディズニーランドで禁になったという噂もありますが実際は分かっていません13人目は畑ヨークさんギター侍でブレイクしたお笑い芸人の畑ヨークさんは プーさんをいじるようなネタを番組で披露してしまったことでディズニーサイドから注意が入り出禁になっていますネタの内容は「プーさん大好きプーさん大好き私プーさん大好きよ家中にプーさんだらけプーさんと私一緒に過ごしてます」って言うじゃない「プーさんねかわいい赤の服着てますけどノーパンですから残念森の露出狂気り」といったものでした14人目は木下ゆきなさん いろいろとお騒がせしているタレントの木下幸奈さんですが大のディズニー好きで有名ですが出禁になったのではと言われています一般の人が撮影をしていた際木下幸奈さんが盗撮されていると勘違いをして怒ったというのですが脅すように怒鳴られ恐怖だったと一般人の方が sns に投稿し炎上したことで出禁になったとの噂が立ちましたしかし 2022年の番組で元夫の藤本敏史さんが出禁の噂を否定ただ SNS では木下幸なさんを出禁にしてほしいという発言が多いようです15人目はヘズマリゅウさん元迷惑系 YouTuber のヘズマリゅウさんですがキャストに注意されるもやめず叫びながら歩いていたことが原因でディズニーランドを出禁になっていますディズニーのシンデレラ城前で叫んでいた動画も残っており ヘズマリュうさんが注意されているとこを目撃した視聴者もいたようです。ちなみに本人も SNS で出禁になったことを明かしています。16人目は横山みどりさん。ニコニコ動画で生放送配信者である横山みどりさんもディズニーランドを出禁になっています。そんな横山みどりさんが出禁になった理由は、園内で無許可生放送をしてしまったこと。配信は取材と見なされるようで、許可がないとできないようです。 横山みどりさんはその後ディズニーランドに入場できなくなると制約書を書いていました17人目はジャスティン・ビーバーさん世界で有名なアーティストのジャスティン・ビーバーさんはアメリカのアナハイムのディズニーランドに車椅子で遊びに行ったそうですアナハイムのディズニーランドでは車椅子の人は優先的にアトラクションに乗れることからジャスティン・ビーバーさんはその制度を利用するために車椅子で来たのではないかと噂さされていましたただ 実際はバスケットボールでで足を痛めたようですしかしキャラクターを叩いたりして問題になっていたため出禁になったと噂されています。18人目はクリスティーナ・アギレラさんシンガーソングライダーのクリスティーナ・ワギレラさんは休憩中のミッキーに写真撮影を頼んだ際断られて「私を誰だと思ってんのこのクソ野郎」といった暴言を吐いたそうです。 その件でディズニーランドを出禁になったと噂されていましたが噂が収まった頃にディズニーランドに行っていたので出禁まではならなかったようですね19人目は香川照之さん。性加害報道で干されてしまった俳優の香川照之さん。8月29日放送「バラ色ダンディ」に出演していた梅沢富美男さんによって香川照之さんの酒癖の悪さが業界内の噂としてあったと暴露されていましたそして 西アザブのラウンジ全部が出禁になっているということも発覚しています20人目は京本大我さん俳優の京本正樹を父に持ちジャニーズ事務所のアイドルグループ SixTONES に所属する京本大我さんは2017年に性風俗場とのトラブルがフラッシュに報じられています派遣型性感マッサージ店の女性に対して性行為を強要しトラブルにその結果その店を出禁になっています 21人目は綾野剛さん俳優の綾野剛さんは酒癖が悪くそれに伴う女性トラブルを次々と起こしているそうですこのほかラッドウィンプスのリーダーである桑原明さんへ暴行するといったことも引き起こしています素行がとにかく悪い綾野剛さんですが高級クラブのテーブル上で放尿しその店を出禁になってしまったことがメディアで報じられていました22人目は吉川晃司さん ロックミュージシャンシンガーソングライターの吉川浩司さんですが「紅白」で白組なのに真っ赤な衣装をまとい酒をまき散らしながら登場したことがありますまた当初の予定にはなかった観客席に降りるパフォーマンスや本来の出演時間をオーバーした挙句さらにギターに火をつけステージに叩きつけて破壊するというどのすぎたパフォーマンスを行った結果 NHK を出禁になりました23人目は芦田愛菜さん 子役として話題となった芦田愛菜さんですが以前テレ朝で放送されていた「犬を飼うということ」のドラマの子役に実は芦田愛菜さんが内定していたそうですしかし芦田愛菜さんサイドがキャストに注文をつけた上に「丸物の着てにも出演の話をしていたということでテレ朝サイドが怒ってしまい出禁になっています24人目は美空ひばりさん天才少女歌手として人気を集め 生涯で517曲ものオリジナル曲を発表した三空ひばりさんは、実定が起こした不祥事により、ひばり一家と暴力団山口組との関係も問題とされ、NHK に暴力団組員の弟を出演させるなら出させないと拒否されるなど、バッシングが起こったそうです。その結果、10年連続で出場していた NHK 紅白歌合戦の出場を辞退し、その後の紅白歌合戦復帰もありませんでした。 25人目は桑田佳祐さんサザンオールスターズの桑田佳祐さんは「茶子の海岸物語」で2回目の「紅白歌」出場を果たした際に南春夫さんをまねて「お客様は神様です」と決めセリフを口にしたそうです当時の南春夫さんは大御所で一方サザンは新人アーティストだったためこのパフォーマンスが小馬鹿にしていると NHK サイドがサザンを出禁にしていますいかがだったでしょうか 噂どまりのものもありましたが、多くが人気芸能人だったので意外な人物も含まれていたと思います。しかし、デキをくらっても活躍することができるのは、さすがですよね。今後も皆さんの活躍に期待しています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。